ここは札幌すすきの。多くの人や車が行き交うこの街は近年みんなが利用しやすい街へと変わりつつあります。今回私たち国大コーステップではホイールマッププロジェクトを取材しました。一体何が始まるのでしょうか。キミエ翔太郎さん、北海道大学に通う傍らホイールマッププロジェクトで車椅子でも利用しやすい場所をスマートフォンの地図アプリホイールマップに書き込む活動をしています。これから何をするのか聞いてみましょう。これから何をされるんですか。これからマッピングパーティーをすすきので開催します。マッピングパーティーというのはホイールマップということで、車椅子で行ける、特にトイレを調べようと思っています。トイレというのは人間の死活問題である上に、すすきのには実はホテルの1階にあって貸してくれる多目的トイレがあるし、多目的トイレでなくても介助者がいれば入れるような広めのトイレもあります。ぜひそういうのを皆さんで、街歩きをし発見していこうと考えています。さあ、それでは私たちもキミエさんたちについて行ってみましょう。あれ、石宮さんも車椅子に初挑戦ですね。乗ってみてどうですか。やっぱ怖いです。ちょっと固定はしてるから大丈夫っていう風に言って、発見しました。このおお、見つけました、穴場。いいですね、これこういう感じです。へえ、こういう感じで調べて、待って、嬉しそうですね。早速スマホアプリホイールマップに発見したトイレの場所を打ち込んでみます。実際の地図でも確認します。ホイールマップでは場所を指でタッチし、場所の名前と車椅子で行けるかなどをクリックするだけで情報が登録できます。とっても簡単にマッピングができるんですね。街歩きをしていると様々な発見があります。はい、歩道と車道の間にもこんな段差がこうやって、こういうふうに前からいる人が、でもやっぱり特にすすきの酔っ払ってます。暗いです。こんなん絶対気づくわけないですそして血だらけ、しょっちゅう血だらけになってからしょっちゅうね。これは死にますよ。大きな段差を見つけました。車椅子に乗った石宮さんの目線で撮影してもらいました。さて、気を取り直してマッピング再開です。そろそろマッピングパーティーも時間のようですね。集合場所だったすすきの駅に戻りましょう。マッピングパーティーの楽しさって何ですか。マッピングパーティーの楽しさは、従来の福祉系の活動をより広げ、 GIS や、地図関係者を巻き込むことで、そしてそんな方でも車椅子自体に乗ってみて、押してみて、障害当事者と一緒に歩いてみて、何も変わらないんだ、ただ車椅子乗ってるだけでという、みんなで本当人間として楽しいという活動ができることだと僕は考えてます。自分が欲しい地図を自分で作ることはとっても簡単なんですね。早速実践してみようと思います。